こんにちは、シャマクロです。今回は Python でログを出力、記録するためのロギングモジュールの使い方を解説します。ログ情報はプログラムの動作の監視やトラブルシューティングに活用できるため、プログラムが大きくなるほど重要になっていきます。プリント文とロギングとの違いにも触れながら、ロギングの使い方について具体的な例を交えて説明します。プログラミング初心者からステップアップしたい方や、改めてログ出力について整理したい方に役立つ内容になっています。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。プログラミング初心者にとって、プログラムの情報をコンソールに表示したいときはプリント文を使うと思います。私自身もプリント文をよく使いますが、その特徴を押さえるとメリット、デメリットが見えてきます。プリント文を使うと、プログラムの実行結果を手軽にコンソールに表示することができます。ただし、その情報はあくまで一時的なもので、ターミナルを閉じるとプリント文で表示した情報は消えてしまいます。プリント文では情報がコンソールに表示されるだけで、情報の重要度を整理、区別するのが難しいです。大規模なプログラムほど情報の整理が重要になりますが、全ての情報を同じように表示するだけのプリント文には荷が重いです。このようにプリント文は簡単なメッセージを手軽に表示できるメリットがあるものの、複雑な情報を扱うのは得意ではありません。それに対してロギングを使用すると、ログファイルに情報を記録して保存できます。プログラムが終了してもログが残るため、エラー発生時などの振り返って情報を確認したいときに役立ちます。ロギングでは重要度に応じてログレベルを設定できます。これによりプログラムの実行ログの中でどの情報が重要かを区別でき、エラー時に問題を特定しやすくなります。またロギングモジュールでは情報を整理するために複数のロガーを使うことができます。後で詳しく解説しますが、各ロガーで異なる情報を管理することで、どのモジュールを実行した時の情報なのかを区別できます。この比較からわかるように、ロギングはログ情報を整理して記録したい場面で有用です。プリント文とロギングを適切に使い分けられると、 Python プログラミングの習熟度がアップすると思います。ここからはロギングの基本的な使い方を解説します。ロギングモジュールは Python の標準ライブラリなので、追加でインストールする必要はありません。実用面を考えて、複数ファイルにまたがったプログラムを例として説明しますね。例えばこのようにメインパイにサンプルパイをモジュールとしてインポートするようなプログラムを想定します。つまりサンプルパイはモジュール側、メインパイはモジュールを呼び出す側として進めます。ここで先ほど軽く触れたロガーについて説明します。メインパイからプログラムを実行すると、インポートされたサンプルパイも呼び出されます。その結果エラーが発生したとします。この時エラーがメインパイで起こっているのか、それともサンプルパイで起こっているのかを区別したいですよね。ロギングモジュールを使ってログ出力をする際、ロガーを使うとメインパイのログとサンプルパイのログとを区別できます。情報を分離することができると、プログラムの実行結果に対して柔軟に対応しやすくなることがイメージできるでしょうか。まずサンプルパイのログ情報を出力するための書き方を説明しますね。はじめにロギングモジュールから get ロガーをインポートしています。単にインポートロギングと書くこともできますが、この書き方はおすすめしません。この書き方だとルートロガーという設定を使うことになり、全てのモジュールで同じログ設定を共有してしまうからです。モジュールごとに出力フォーマットや出力先を変えたり、重要度に応じてログを出力するかどうかを指定したりできる方が柔軟性がありますが、ルートロガーを使用するとこれらを実現できず、意図しないログが出力されるなど混乱のもとになります。イメージとしては、Python でプログラムを作成する際に仮想環境を用意して全体の環境を汚染しないように隔離する感じです。サンプルパイの説明に戻りますね。インポートした get ロガーを使ってサンプルパイの中で使用するロガーを作成します。メインパイから各モジュールのロガーを呼び出しやすくすることを考慮して、get ロガーの引数にはネームを指定しておきます。補足しておくと、メインパイを実行したとき、ネーム、
に若くもジュール名が動的に取得されます。つまりサンプルパイのロガーを呼び出すときはサンプルが取得されます。これによりメインパイから呼び出すロガーの名前を気にする手間が省け、単にモジュール名を指定すれば OK となります。あとは何らかの処理に対して表示したいログレベルに応じたメッセージを用意しておきます。サンプルパイの方にはここまでの記述を書いておけば準備 OK です。ログレベルについても説明しますね。 Python のロギングモジュールにはメッセージの重要度を示すための5段階の要素があります。各ログレベルの適切な使用例としてはこのようになります。デバッグは問題発生時にだけ見るような小さな詳細情報を記録するのに適しています。例えば変数の値やループ条件などデバッグ時に問題を特定するのに役立つメッセージに使用します。インフォは通常の進行情報を記録するのに適しています。例えばプログラムの起動や終了、データの読み込みや保存などそのプログラムにおける主要なアクションを示すときに使用します。ワーニングは正常な動作に影響を及ぼす可能性のある警告を記録するのに適しています。例えば想定外の引数の型を受け取った場合やファイルが見つからない場合などが該当します。エラーはエラーが発生してプログラムが続行できない時に使用します。例えばファイルの書き込みに失敗した時やサーバー接続がタイムアウトした時が該当します。クリティカルは致命的なエラーが発生してプログラムを停止するときに使用します。例えばセキュリティ侵害など即座にプログラムを停止した方がいい場合が該当します。これら5段階の使い分けはあくまで参考ですが、ログレベルを適切に設定することはプログラムのトラブルシューティングと監視を効果的に行うことにつながります。では引き続きメインパイの書き方を見てみましょう。まずは呼び出すモジュールのことは考えず、単にログ出力する準備をしてみましょう。そのためにはこちらでもロギングモジュールからゲットロガーをインポートします。次にメインパイではログメッセージの表示形式と保存先を指定します。そのためにロギングモジュールから追加でフォーマッターとファイルハンドラーをインポートします。ログメッセージの書式を設定するためにフォーマッターに日付や時間、モジュール名などの情報を指定しましょう。主な書式としてこの4つを紹介しますね。 ASCII TIME はログメッセージが生成された日付と時刻の情報を表示します。 NAME はロガーの名前を表示します。これはモジュールごとに異なる名前を持つロガーを区別するのに役立ちます。 Level NAME はログメッセージの5段階のレベルを表示します。メッセージはログメッセージそのものを表示します。メッセージの書式はプログラムに合わせてカスタマイズできます。もっと詳しく知りたい方は概要欄に貼った Python の公式ドキュメントを読んでみてください。今回はこのように各情報をハイフンでつないで羅列しておきますね。ログの保存先を指定するにはファイルハンドラーを使用します。引数にファイルパスを指定することで指定したファイルにログを記録することができます。そしてファイルハンドラーにフォーマッターをセットすることでログの表示形式と保存先を指定することができました。次にメインパイでも同様にロガーを作成しました。こちらもゲットロガーの引数にネームを指定することで実行時にはメインが入ります。作成したロガーのアドハンドラーメソッドを使用して先ほど指定したログの書式と保存先を適用します。表示するログメッセージはここでは適当に書いておきます。一度この時点でプログラムを実行してどのような動作になるか確認してみましょう。プログラムを実行するとログファイルが生成されました。しかしファイルにはワーニングのログメッセージしか書かれていません。なぜかというと5段階あるログレベルのうちデフォルトではワーニング以降のレベルのメッセージしか出力されないからです。出力されるログレベルを変更するにはロガーのセットレベルメソッドで任意のレベルを指定する必要があります。ではロギングモジュールから追加でデバッグをインポートしてみましょう。そしてセットレベルメソッドの引数にデバッグを指定すれば全てのログレベルのメッセージが出力されるようになります。もう一度プログラムを実行してみますね。実行前のログファイルはこのようになっています。
想定通りであればデバッグ、インフォ、ワーニングの3種類のログメッセージが表示されるはずです。期待通り全てのメッセージが出力されました。このように作成したロガーに対して出力するログレベルを指定することができます。では先ほど用意したサンプルパイをモジュールとしてメインパイから呼び出す場合はどのように書けばいいでしょうか。答えはシンプルで、サンプルパイ用のロガーをもう一つ用意してあげれば OK です。まずサンプルパイをモジュールとしてインポートします。引数にモジュール名を指定したロガーを作成することでサンプルパイのロガーを呼び出すことができます。サンプルパイとメインパイとでゲットロガーの引数が食い違っていると呼び出せないため、サンプルパイではモジュール名と一致するネームとしてロガーを作成しておいたんです。サンプルパイ用のロガーもアドハンドラーメソッドを使用して同じログの初式と保存先を適用しておきます。また出力するログレベルはロガーごとにセットレベルメソッドで指定できます。例としてメインパイのログはすべて出力し、サンプルパイのログはインフォ以上を出力するように指定してみましょう。ではプログラムを実行します。意図していた通りメインパイのログはすべて出力されており、サンプルパイのログはインフォ以上だけが出力されていますね。他にもファイルハンドラーの代わりにストリームハンドラーを使用することでファイル保存ではなくコンソールにログを出力することもできます。プログラムの実行中に情報をリアルタイムでモニタリングしたい場合は有効な手段です。ややこしくて難しそうに見えるロギングも分解して一つずつ理解すれば使えるようになると思います。ぜひ今後のプログラミングに役立ててください。今回は Python でログを出力、記録するためのロギングモジュールの使い方を解説しました。動作の監視やトラブルシューティングに活用できるため、ログ情報を取得することは様々な場面で役立ちます。単純なプログラムではプリント文だけで十分ですが、規模が大きくなるほどログ情報の重要性は増していきます。ぜひログ情報を効果的に活用してください。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは、AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。